願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今日はお忙しい中お仕事になりまして本当にありがとうございます。今紹介されましたプラスアルファコンサルティングの鈴村と申します。今日はEC人ということで、これから50分ぐらいですね、お時間をかけまして、今 EC のですね、いろんな企業様の CRM を我々お伝えさせていただいている中で、最新のトレンド並びに私なりの事例もですね、ご紹介できる範囲でいろいろお話ししたいなと思います。ちなみに今日はご参加の皆さんで実際にEC を運営されていらっしゃる方どれくらいいらっしゃいますか。手を挙げていただけますでしょうか。そうですね、EC 人データで、今度 EC をやられていらっしゃる方かなと思います。まずはじめですね、簡単な自己紹介をさせていただきますと、プラスアルファコンサルティング会社をやっています。もともと前職は、村総合研究所という会社に勤めていまして、当時からですね、いろんなそのデータマイニングとかテキストマイニングと言われるような、分析、マーケティングのコンサルティングというのをもともとやってきました。当時からコンサルティングをしながら、実際に自分たちでシステムを作ってですね、それでお客様に導入をしながらコンサルティングする、こういう仕事をやっておりまして、約10年ぐらい前ですね、独立をしまして、このプラスアルファ会社を立ち上げて今に至ります。私どもの会社、マーケティングというキーワードと、あと IT でクラウドというサービスで、ソフトウェアを提供していまして、昔ですとサーバーにインストールしてですね、何千万なんていうシステム開発が多かったんですが、今は時代が変わってですね、クラウドということで、月額、本当に安くですね、最新のシステムが使える、こういう時代になりましたので、マーケティング、コンサルティングをしながらですね、実際にクラウドのシステムを作って、それで提供しています。今大体全体でですね、1300種ぐらい、我々クライアントさんがいまして、今日はお話しするんですね、そのうちの250社が通販の業界です。通販の業界というのは非常に反則をしてですね、身につなげるという、非常にダイレクトにですね、アクションをいろいろしていくんですが、この通販企業の中で CRM、今250社以上付き合いさせております。今日はここにフォーカスを当ててお話をしています。キーワードは CRM であるとか、マーケティングオートメーションというふうに言っています。もう今日これからお話するテーマはですね、もうズバリこれになります。EC でですね、いろいろ収益を上げていくためには、どこに力を入れていけないのとなりますと、非常にいろんな EC もですね、競争が激化しています。新規の獲得コストもですね、非常に高くなっていますので、いわゆる獲得したお客さんをいかに有料価格に育成していくか、これが、どこの使い方ですか、共通しているテーマだと思います。我々は広告代理店でありませんので、新規のクリエイティブをこうするとかですね、こういう話はここはしません。どちらかというと、皆さんが頑張って集めたですね、このお客様をいかにこの既存顧客として育てて、いわゆるリピート顧客に育成していくかというところが、まさに今日のテーマです。LTV ということを使っていますが、ライフタイムバリューですね。いわゆるお客様が獲得してからですね、皆様の収益にどれぐらい貢献しているか、これをマックスにしていくということが非常に重要になるわけです。改めて我々ですね、この LTV を上げるための CRM というところで、冒頭話しました、通販さんで今200社ぐらいお付き合いさせていただいているんですが、ざっと言うとこういうような会社さんの CRM をお手伝いします。一番、ボリューム上多そうに見えるのはですね、健康食品とか化粧品の通販さんですね。ツーステップマーケティングということで、サンプルとかドライヤーの商品からいかにこう引き上げてですね、定期購入商品を買ってもらうかとか、2回目、3回目に買ってもらうかとか、もちろんこういうところを我々今お手伝いしていますし、それ以外ですと、例えばファッション業界ですね。アパレルさんになりますと、商品点数がぐっと増えます。なので、単品型の通販とは全然違ったですね、CRM の戦略が通販業界です。さらには、ここにですね、専門相談と書いてあります。いろんなその通販業界、いわゆるダイレクトマーケティングの仕事というのは今世の中にありまして、そういうところもですね、それぞれのシナリオを作りながら、CRM をやっていると、こういうお手伝いをしていく。実際に今ここに載っている会社さんが、今日は後半にお話をしますけれども、カスタマーリングスでですね、我々が自分たちで作った CRM のシステムを実際に導入いただいて成果を出されていらっしゃる会社さんの一例に。実際にどういうような会社さんがですね、どういうような成果を出ているのか、今日は可能な限りいろいろお話をしていきたいなと思うんですが、これは弊社のウェブサイトです。もし、今日聞いていただいてですね、興味があったらぜひ見てみてください。弊社のウェブサイトのところに導入事例ということで、今のロゴしか載ってませんでしたけど、いくつか載ってます。例えば、一番大きなことでいうと JAL さんですね、なんかでも実際に CRM のシステムを使っ
させていただきますし、まあ、エヴァーライフさんですね、福岡の単品型の通販さんです、工場です。まあ、基準になっていますので、ぜひまた読んでみてください。まさにあの、トライアル商品からいかにこう定期購入商品を引き上げるか、これがこの会社のテーマなんです。実際に今までですね、ステップメールというのを手作業で組んでやっていたんですが、我々の CRM のシステム、マーケティングオートメーションのシステムで自動化していくことによって、今 300% 成果が上がっていると、こんな例なんかが入っています。例えばそれ以外に聞きますと、救済さんであるとか、フォーインターナショナルさん、まあ、アパレルの会社さんであるとか、あとは水野さんですね。まあ、水野さんもあの水野のオンラインショップのところで非常にあの精力的に使っていただいておりまして、まさにこの会社の場合には、ファン作りですね。ここでいわゆるコミュニケーションをしていくために、まあ、メルマガです。別にそんな新しい技術じゃないです。メルマガをとにかく魂を込めてやっているという感じです。まあ、なかなか全配信してますと、いろんなスポーツ用品を扱っていますから、関係ないメールがいっぱい来るとですね、成果が下がっていくんですね。そこをいかに過去の購入商品なんかを使って、お客をセグメント化して、最適なメッセージを出していくか、こんなことをやって、実際に、今月、前年同月のですね、メルマガ経由の売り上げが 200% 弱ぐらいですね、今上がっているという、こういう成果なんかも出ています。まあ、今日はこの点をお話をしていきたいと思うんですが、まあ、通販の一つ面白いのはですね、まずはデータが揃っているということですね。そしてもう一つは成果が数字で分かるということです。まあ、しかしながら、これからお話していきますように、多くの EC の会社ではですね、そういう環境が揃っているにもかかわらず、いろんな問題があってですね、なかなか思ったように、業務が効率化できない、こういう話がありますので、まさにそれをどういうふうに変革していくのかというのが今日のテーマです。まず、急成長企業による、まあ、いろんなシナリオということがあるんですが、今私がご紹介したいくつかの会社さんで、実際にどんな CRM をやっているのか、まあ、いわゆるシナリオという言葉があって、アクションという言葉、いろんな言葉があるんですが、どんな施策をやっているのかというのをざっと挙げるとですね、大体この4つぐらいのセグメントを使って、いろんな施策をやっています。その前に私はですね、ここをまず何で入るかというと、私の感覚で言うとですね、EC をやってらっしゃる会社さん、まあ、通販をやってる会社さんの、95% はですね、メルマガの全配信をしています。メルマガの全配信ですね。とにかく送れば、まあ、成果が上がるっていう時代もあったんですが、まあ、今どこの会社もそうやってやってるとですね、皆さんが一消費者として見たときに、おそらく十数通、多い方はまあそれ以上ですね、メルマガ来るはずですね。どうですか？ほとんど見ないですね。これが現状なんです。つまり、今までは送ればいいという発想だったのが、いかにそのお客さんに届くメールを書いているのか、メールが一つとっても、まあ、こういうふうに変革が必要になっているんですね。で実際に先ほどご紹介したような会社は何をしているかと言いますと、メールマガ全配信をやめていっています。どうしてかというと、セグメント配信ですね。でどんなセグメントがあるというと、大体こういう4つです。1つはまず購入履歴をうまく使っています。過去の購入商品だけでなくて、売上の傾向を見ていけば、有料顧客というのは定義できます。この有料顧客だけにですね、シークレットセールを行ったり、もしくは過去の購入商品に合わせて、うまくレコメンドをしたり、休眠顧客だと、稼働化させたり、というような施策ですね。そしてもう一つは日付です。日付を使ったセグメントです。まあ、よくあるのが、誕生日ですね。誕生日の30日前に、例えば誕生日クーポンを送ろうと思ったらですね、これ手作業でやっていると、365日ですね、皆さん手作業しないといけません。誰かしら誕生日ですからね。でそういうものを自動化いかにしていくかっていうのがポイントです。さらにはセールメールですね。トライアル商品を買ってからの、フォローメール。もしくは平均購入価格なんかを使ってお客さんの購入サイクルに合わせてスタートを行う、まあ。さらには新しい情報でいくと行動履歴ですね。まあ、これは主にですね、アクセス部だったりします。ウェブですといろんな情報が取れますから、どこから輸入してきたお客さんなのか。もしくは、カゴに入ってるけど買ってくれてないお客さんもですね。まあ、こういうようなところをしっかり作品につなげる。そして4つ目は、もうちょっとエモーショナルなものですね。これ、場所業界の時にありますけども、アンケートなんかを聞いて、それをベースにお客さんをセグメントしていきます。例えば、日頃読まれる雑誌って何ですか？この雑誌の傾向を聞くだけでも、何々派、何々派って分けられるんですね。こういうようなところから実際にセグメントを作るという、まあ、こんなのがあるわけなんです。でしかし、冒頭話しましたように、こういうのは分かってるんだけれども、ほとんどの会社さんはですね、まだこういう状態なんです。全配信のマスの中心の施策になっているのと、あとはそもそも分析ができてないなんて話がよくあります。改めて今日はですね、結論からまずお話をしますと、今のような CRM をですね、やってこうと思うと、これからお話する3つのポイントがまずできてないんですね。ほぼ絶対できないです。1つ目ですね、
まずは大変です。これ何かと言いますと、データ統合です。まずデータが統合されなければ、マーケティング始まりません。皆さんのカードシステムとか機関システムには、顧客データがあって、購買データがあって、ウェブのアクセス数がまたどこかにあったりしますね。これらを都合組み合わせるのであれば、ほとんどデータ加工だけで終わります。使える状態になってないと、まず CRM が始まりません。2つ目、とことん単純作業を削って、自動化していかないといけません。人が倍増えるんであれば、新しいことが倍できます。ただ、EC 事業が得てしてですね、数人やってるケースが多いですから、そのリソースの中で新しいことをやろうと思ったらですね、何かの仕事を削らなければ新しいこと絶対できないんです。そういう意味でいくと、自動化ですね。例えば先ほどの誕生日クーポンなんですね、手で送ってたのはとても運用できませんから、今後いかに自動化していくかっていうのも一つのやり方です。そして3つ目、これが本質的なんですが、顧客の見える化ですね。皆さんもご存知のように、CRM というのはですね、顧客を知らないとできません。しかしながら我々もですね、いろいろ相談をいただくのが、データはあるのに、顧客の分析がなかなか手がついてないと思いますね。なので、顧客がわからない。だから全廃止と。こういうのがまだまだたくさんあります。で、これはですね、実は我々みたいな IT 側にも問題があってですね、よくある外資系のツールとかいろんなツールはですね、ブラックボックスだったりします。インプットをとりあえず入れると、ガラガラポンでコメントがなんかされている。ブラックボックスですね。皆さんが見るのは何かって言ったら、効果が上がったかの数字だけしか見てません。本来皆さんは EC の事業をやってるわけですから、商品に対する思い入れであるとか、こういうお客さんっていうコンセプトがあるんですね。しかしながら IT はですね、得てしてそこをブラックボックスにしてしまうっていう傾向もちょっとあってですね、なので皆さんの思考が停止してしまうんですね。あれやって上がったか下がったかしか見てないんです。本当に何の商品がお勧めされてるか、実はこういうところを見れるような仕組みになってあったりするんですね。つまり、思考が停止してしまうっていうのも大きな問題なんです。この3つが、実は本来商売をやっていく上でですね、重要なポイントになってきます。でとはいえ、現場を悩ます3大課題ということで、いくつか課題があります。今日は一部ですね、中にこういうプロイスされておりますが、これは皆さんのお手元に配布されていません。なので、ちょっと画面から見ながら前をご覧ください。こういう課題がいろいろあるんですね。一つはこういうのです。CM って言ってもですね、決して新しい話じゃないです。もう十数年前からある言葉です。で皆さん、何かしら CM やってます。でやってるっていうんですが、CM システム、例えば導入してますよというとですね、登場するシステムはこんなのがあります。まず顧客データということで、機関システムですね。EC のカードシステムなんかも今、緊急になりますので、そういうものです。そこには顧客データと購買データが入っていますが、ドラム缶が用意されているわけですから、意外にバラバラだったりします。さらに、それなりのメール配信の制度でメールを送ろうとしますと、世の中にはメールマガツール、メール配信ツールというのがあります。緊急でございますね。また別のシステムが登場します。じゃあ分析してみようかなと思って、世の中探しますと、BI ツールというのを出します。ビジネスインテリジェンスのシステムですね。これまた別のシステムが登場します。ということで、CRM って一言みんな皆さん言ってますが、実は皆さんは複数のシステムを、併用していることになるんですね。じゃあそれで何が問題かというとですね、結局このシステムの連携、誰がやってますかというと皆さんがやってます。例えば、有料顧客というものに対して何かメールを送ろうと思ったらですね、有料価格というのはまず定義付きさないといけませんから、顧客データと購買データを一生懸命紐付けてですね、このデータ加工だけで疲弊している会社がたくさんあります。一生懸命紐付けしてるんですね。そうするとあるセグメントが見つかります。じゃあその人にメールを送ろうと思ったらですね、このシステムからメールの対象リストを CSV で出力してですね、メール配信ツールに発射台ってよく言いますけど、そこにセッティングして送ると。この作業誰がやってますか？人がやってるんですね。皆さんがやってます。つまり、セグメント数が多ければなるほど、今の作業がたくさん増えるんですね。新しいことできません。こういう状態なんです。そしてよくあるのがですね、じゃあ例えば BI ツール入れましたっていうと、この BI ツール何もデータ入ってませんから、また顧客データ、購買データをですね、機関システムが一生懸命抜き入れないといけない。ここには書いてありませんが、レコメンドツールってやると、これまたインプットしないといけないですね。この度にカスタマイズが発生します。皆さん持ってるデータ、会社に全部バラバラですから、ベンダーはすぐカスタマイズって言いますね。つまり皆さんいろんなことやろうと思うとですね、つなごうとするとものすごくお金がかかりますし、つながないと人がやると、こういうジレンマになってますね。我々思ったのは、今まで CRM っていうのはですね、各ベンダーがいろいろこういうのをやってきたので、一つ一つは機能としてはいいんですが、全体的につながっていないので、ほとんど企業としては効率よく活用できてないということが分かりました。つまり、システム自体がですね、結構ボトルネックになっているケースが多いんだということに気づいたんですね。もともと先ほどいくつかセグメントの例を挙げましたが、これ皆さんのアイデアにあるはずなんです。このタイミングでこの商品紹介したらあるはずなんですが、
実はシステムがこんな状態になってるんで、ついてきてないっていうのが、我々がコンサルティングをしている中で非常に痛く感じてきたところですね。よくあるんです。コンサルティングしながらですね、分析我々しますね。分析をして、じゃあこういうセグメントにこういう商品を進めたらどうですかってやりますね。皆さん合意するんです。で、1ヶ月どうなりましたって聞きに行きますね。あれ、成果どうなりましたって。実はできてないんだっていう話が結構多くあったんです。で、なんでですかって聞くとですね、実は社内に帰って聞いたところ、こういうデータになっていて、これとこのままやるには情報システム部門にやってもらわなきゃいけないとか。そのためには、今ちょっと忙しいからどうのこうのって、これだけで2、3週間ですね。つまり皆さんはやりたいんだけれども、システムがついてきてないっていうのが、まあ、あれコンサルティングの立場から、ものすごく痛いことですね、感じてきたんです。じゃあということで、実際に皆さんの思考をですね、妨げずに、いろんなアクションまでできるような手段をですね、自分たちで作っちゃおうと思って作ったのが、今日まあ、デモを実際に見ていただこうかなと思いますけども、カスタマリングスという新しい CRM のシステムです。で、これはどういうものができるかというと、簡単に言うとこの3つのパーツから出ています。1つ目は、まあ、DMP なんて言います。データマネジメントプラットフォームですね。つまりデータをまず統合しておきましょうということです。すべてのデータがここに入っていますから、必要だって他に増やしてください。いちいちデータの確保は必要ありません。そしてデータがありますから、次にあるのが分析です。ビジネスインテリジェンスの機能です。まあ、もともとあれ分析屋ですから、できるだけ現場でですね、そんなに難しくていらないです。そんなにいらないんですけれども、ただ必要な機能がありますから、それをえりすぐってここに入れています。そして分析のバッジなんですね。皆さんの実際にやらないのは売り上げ上げることですから、そこからアクションがそのままここからできるようになっています。まあ、キャンペーンマネージメント機能なんていうふうになりますけども、シナリオを組んで、それを自動化するという機能があります。で、実際この3ステップで、マーケティングオートメーションという形で自動化していくんですね。もうちょっと具体的にお話をしますと、こういうふうになっています。まず、皆さんの基幹システム。これ、ほとんどカスタマイズいらないです。今までの経験でほとんどカスタマイズいらないですね。必要なのは顧客データと購買データと商品マスターとかですね、広告のマスターみたいなものを CSV で置いておいてください。そしたらレイアウトはフリーです。どんなレイアウトだと実は我々の方で取り組むことができまして、ノンカスタマイズで取り込みます。実は我々は今200社の妻さんやらせていただいてますが、カスタマイズしてません。すべて機能の中でいろんなデータに対して対応できるようになっていますので、よくベンダーがある初期投資がものすごくかかるということをまず解決しています。取り込むと、顧客のデータに基づいて形で、誰がいつ何の商品を買ったか、メールの結果も取り込みますから、誰がいつどのメールを見た、でさらにはどのウェブサイトを見た、まあ、皆さんのサイトのどのページを見たかですね、アクセスログも取り込めるようになりましたので、今どういう状態にあるかなんてもわかります。まあ、さらにはアンケートの機能だと思いますから、誰がどの回答をした、まあ、こんな感じですね。すべてここに顧客に基づいて形でデータが管理されています。そこから実際に分析機能をつけています。例えばよく使う分析機能というのは、まあ、売上の集計なんかもあるんですが、ステップメールの効果の分析、RMM 分析ですね、そして検索率分析と、まあ、よく月次とか週次で商標作成として結構パワーかけられているようなものが、後でちょっとご覧いただきますが、ボタン一つ出ています。まあ、そういうような機能ですね。そしてそこからセグメントを作って、実際にアクションをするということになっています。まあ、こういうセグメントがいるのであれば、じゃあこの人たちに対して、じゃあ例えばメールを送るようにしよう。まあ、メール文字にですね、PC に送るのか、スマホに送るのか、HTML に送るのか、いろんなものがありますから、そういうのにも対応しています。さらには今はですね、実はメールだけじゃなくて、例えばですね、アプリのプッシュ通知ですね。こういうのも事例にしたいんです。さらにはディスプレイ広告ですね。例えば Yahoo DMP とか、こういうところのハンドリングもここからできるようになります。オフラインのスタンスの中ですと、まあ、こういう DM 発送なんかもありますから、当然これのためのリスト抽出というのもここからできるわけですね。つまりこの絵を全体で見るとですね、おそらくこの、マーケティング業界でいうと、この3つの機能になります。左のところがデータの統合ですから、世の中でよく言う DMP という機能ですね。データマネジメントプラットフォームという機能になります。そして、右上はシナリオ、まあ、いろんなセグメントを作ってアクションも一緒に自動化します。これがキャンペーンマネジメントって表現しまったで言われます。そして、左下のが BI、ビジネスインテリジェンスってよく言われます。まあ、つまり皆さんが日頃こうインプットされてですね、DMP とキャンペーンマネジメントとか BI とかですね、これもまたバラバラな意味があってですね、結局繋がないと使えなくなります。ということで、まずこの3つの機能が入っていて、かつそれがですね、一つの仕組みで連動していますので、これを我々はマーケティングオートメーションというふうに言っています。まあ、つまりオートメーション化されているのがバラバラとですね、もともと冒頭私がお話した問題解決できないということなんですね。ただ機能があるということです。それを繋げていけるかどうかというのは、これから重要になっていきます。
まあ、実際に先ほどいくつか事例もご覧いただきましたが、やはりあの EC の面白いところですね、数字は実際に出ます。じゃあセグメント配信して売上が前年同月比でいくらぐらい上がったと。例えばこちらです、水野さんの例なんですが、前年同月比ですね、今最新で 180% ぐらい上がってるって話がありました。全配信から購入履歴をもとにですね、お客さんをセグメントして配信するということですね。さらにはまあもう一つ面白いですね、まあ、守りの効果測定といいますが、新しいことをやろうと思うと既存の業務を短縮しないといけませんから自動化しています。データの抽出作業、データの加工作業、メールの発射台への、セッティングですね、さらにアクセスログの取り込み、まあ、いろんな作業が自動化できますので、だいぶ短縮作業が解放されますね。あるお客さんが言ったことはこれです。単純作業が解放されてよりクリエイティブな仕事ができる。まあ、本来どんなに頭いいシステムですね、実際に皆さんがやらなければいけない仕事はこのクリエイティブな仕事ですね、アイデアがそうです。まあ、これは我々どんなにシステムが進化してもアイデアは出せません。なので本来皆さんはそこにパワーを割くべきで、それ以外の仕組みというのはやはり IT をうまく使うということが、これが EC で売上を上げるためには重要になっているわけですね。で実際にここからですね、せっかくとはもうお時間ありますので、その最新 の、 そのカスタマリングスというですね、 CI の仕組みをちょっとご覧いただこうかなと思います。大きくあの2つのセッションがあるとして、1つ目はまずあの私が何回も言っているマーケティングオートメーションですね。それはどんなふうに実行できるのかというのをちょっとご覧いただきます。おそらく皆さんの既存の業務と照らし合わせて見ていただくとイメージがあるんじゃないかなと思います。まあ、ここでだいぶ単純作業が効率化されるとですね、どうなるかというと、まあ、皆さん本来も分析をしないといけないですね。どういうお客さんがどういう買い方をしているとか、そういうことを見ていく。この大きく2つをお話しします。で実際にここからはですね、カスタマーリングスを、ご覧いただこうかなというふうに思います。業務にあたってですね、まずあのインプットするデータですね、ちょっとご覧いただきますと、これがまずあの顧客データです。皆さんの基幹システムからそのまま CSV で抜いてきた状態だと思ってください。並びは自由です。たまたまこのデータが困っているんですね。例えば顧客 ID があって、登録日があって、名前があって、メールアドレスがあればメールアドレスを送ることができます。もう一つ取り込んでいるデータがこれですね、受注データです。誰がいつ何の商品を買ったかというデータですね。誰がいつ、いつ何の商品をいくついくらで買ったか、例えばこういうレイアウトです。まあ、このレイアウトも自由ですね。なので皆さんのデータのレイアウトもそれぞれ違いますから、それぞれか、カスタマイズする必要はありません。でこれをですね、取り込んだところからお見せしていきます。カスタマイズはですね、クラウドシステムと、私の冒頭クラウドと話をしました。何かというと、今私のパソコンには、まあ、何もインストールされていません。インターネット経由を今弊社のサーバーに繋げているんですね。なので最新のシステムが非常にあの手軽に使えるような時代になっています。今ご覧いただいているのが顧客の一覧ですね。今取り込んだデータがここに出ています。先ほどの顧客一覧ですね、これがこんな感じで一覧になっています。まあ、誰でもいいんですけどちょっと見てみましょう。この岡本さんという方ですね。クリックをしますと、これが岡本さんの詳細情報ですね。詳細情報です。で面白いのはここからなんですが、このタブを押しますと、これが注文データですね。この岡本さんの注文データです。なのでここに取り込んだ段階で、誰がいつ何の商品を買っているかというのがまずデータとして整理されています。これ私がよくやるのはですね、有料顧客なんかを抽出をして、この横ボタンを押していくんですね。この横ボタン、そしていくと、有料顧客って一体どんな商品を買っているのかというのがなんとなく分かってきますね。実はこのなんとなくが結構重要なんです。どうしても EC とかやってですね、 IT 入れると、さっきもお話ししましたブラックボックスになってですね、数字でしか物事を語らなくなるんですね。本来のお客様をこうやって忘れてしまうんです。で我々はこれからいくつかご覧いただくんですが、原点であるのは実はこのお客さんのローデータをしっかりこう入れるようにする、この辺の操作感なんかも実は感覚としては結構重要だったりするんですね。まあ、ちょっとその辺を置いといてですね、じゃあこういうふうにデータ管理されていると何が嬉しいかっていうのをご覧いただきますと、こんなのができます。計算特性となっていますが、これは岡本さんです。岡本さんが一体直近1年間でいくら買っているかっていうのが全部計算されています。岡本さんは直近1年間の累積購入金額7480円です。何回買ってますか？4回年間買ってくれてます。初回の購入日がいつで、最終購入日がいつで、もう面白いところですね、最近購入時間、大体いつも何時間買ってくれてる人というのが、人ごとに全て自動的にプロファイルされています。これができると何ができるかといいますと、例えばこの年間の金額とか数を使えば、購入回数を使えば、有料顧客とかのセグメントができますね。いくら以上で何回以上買っている人、おそらくこういうふうに有料顧客を定義していると思うんですが、すぐできますね。
もう一つ面白いのはこの時間ですね。昼型の人なのか夜型の人なのかによってメルマガを送るタイミングを変えることができます。まあ、夜をですね、主婦の方に送ったりすると怒られたりしますね。お子さん寝たりしますから、まあ、そういう問題もありますけども、そういうのが実は人ごとに全部プロファイルされています。こういうのを使っていろいろセグメントをすることができるんですね。例えばじゃあセグメントをちょっとご覧いただきます。今回1万人ぐらいデータが入っているんですが、まあ、面白いのはですね、このフォルダーみたいなやつですね。性別年代なんかあります。30代でヒットしますと右側が30代に絞り込まれます。つまり左側でフォルダーのようにセグメントを作ってあげると、右側がパッと絞り込まれるとかですね。これ今顧客属性で作っていますが、お話しましたように購買データを取り込んでいますので、例えばこんなセグメントも作れます。例えば有料顧客ですね。有料顧客っていうのをフィットしますと、今日の段階で3224人いることが分かります。有料顧客の一覧です。有料顧客どういうふうに定義するかっていいますと、ここを見るとちょっと条件が変わっています。ちょっと小さいに読み上げますと、この有料顧客という状態で条件が設定されていまして、直近1年間の累積購入金額が2万円以上というふうに設定しています。この数字は自由に皆さん変えられます。3万円でもよし、5万円でもよし。よくあるのは金額だけだと単価によって随分ブレがありますから、案の条件で購入回数が入れたりしますね。5回以上とか、そういう条件を作るだけで毎日カスタマーリングスがですね、自動的に抽出をして、今日の段階で3224人いますようなことを抽出してくれるんですね。例えばオフライン通販さんであれば、ここからですね、リストを出力して DM リストにするなんていうことはやりますね。ここからエクスポートができますから、そうするとこれは DM 対象リストになります。これは業者に渡せば DM 発送してくるんですね。まあ、そういうような抽出としてもできますし、例えばここからメールを送るってなったらですね、このツールだけでメールを送ることができます。で、有料顧客に対してメールを送りたいと思ったらですね、ここにメールの機能がありまして、新規としますとこれがメールの作成画面です。で、面白いのはここですね、対象グループっていうのを開いてありますと、これさっきのフォルダーと同じものが出ています。さっきのセグメントと同じフォルダーですね。で、私有料顧客指定していますから、もう有料顧客チェックが入っています。つまりこのチェックを入れるだけで裏でリストがセッティングされます。今回有料顧客じゃなくて準有料顧客も対象にしたいなと、フォア条件ですね、これで OK をすると、これだけで裏でリストがセッティングされます。今までのように顧客データが一日抜いてきてですね、発射台に一日セッティングするっていう作業がまずゼロになります。で、それで実際に下の方でですね、メールの文章を書いていく、そういう形になるんですね。ここからはメールを入れていただければいいわけです。名前を挿入したりですね、することができます。実際にこのセグメントの作り方がまさにポイントになってきまして、顧客属性で作る、購買履歴で作る、そしてもう一つよくやるのが日付で作るんですね。え、例えば日付の例をお話しますと、これです。誕生日の30日前ですね。私最初お話しましたね、誕生日の30日前にクーポンを送ろうと思ったら365日人が作業しないといけません。カスタマーリングスですと毎日今日の段階で30日後に誕生日の方が51人いることがありますね。この人に誕生日クーポンを送るという設定をしていますと自動化することができます。まあ、先ほどのメールの作成画面でですね、ここに定期ということがありますので、これを押してあげるだけで自動化されます。誕生日クーポンを朝の9時に送ってあげようと、この作業をするだけで定期で9時に、この作業をするだけで今フォルダーとして指定した、誕生日30日前の方にもう決められたメールが自動的に送られます。自動化されるんですね。実際にこのフォルダーの作り方ですね、この誕生日以外に健康食品会社さんとか、化粧品通販さんがよくやるのはステップウェブですね。トライアル商品を買ってから3日後、10日後、14日後、このフォルダーを作ることが実際にシナリオになっているんですね。これを実際にやってる例をですね、ちょっとご覧いただきたいと思います。で、これある健康食品通販さんの例なんですが、この会社は非常に進んでいます。なので、実はこれから見るとですね、ちょっと驚くかもしれません。まず初回購入商品いますね。サンプル商品を買った方です。この方に対して引き上げをしたいんですが、ウェブのユーザーとまずはオフラインユーザー2つ管理しています。そうすると最初のフォルダーがですね、まずウェブユーザーなのか、オフラインユーザーなのか、フォルダーが分からないんですね。まずこのフォルダーがさっきのカスタマーリングスなんです。じゃあウェブのユーザーどうなってるかといいますと、3日後にまず、購入のお礼と到着の確認ですね。5日後に、まあ、使い方の訴求、10日後からキャンペーンをするといいます。このフォルダーを作っていますと、自動的にステップメールが送られるようになるんですね。で、面白いのはここからなんです。
まあ、100分ですね、ここではですね、ピンキリでツールがあるんですが、これの一つ問題はですね、10日後に商品買っちゃったら、10分の1を止めないといけないんですね。この消し込み作業が、これ地味に大変だっていうのも話を聞くんです。我々の仕組みどうなってるかと言いますと、このフォルダーの中に発送日の条件だけでなくて、定期購入商品を買ってるか買ってないかっていう条件を入れることができるんですね。そうすると、10日後に買ったらですね、もうこのシナリオが抜けますね。抜け、買ってなければ次のシナリオに行きます。というふうに、そこまで実は自動化できるんですね。でさらに実はこの会社の中にもっとありまして、買った商品が定期購入商品だったらグッドです。これがゴールですね。ただ、意外に買った内容をよく見るとですね、これ単品商品だったり、商品コードが違うんですね。そうすると、この中には、また定期購入を促進するようなメールを送るということで、実は買ったら OK ではなくて、買った商品によってもシナリオが見えます。こういうのができるんですね。これが実際にメールマーケティングで、マーケティングオートメーションをやった時の一例です。で、もう一つですね、メールの限界っていうのがあるんですね。メールの限界は何かというと、そもそも開封されないためだということですね。じゃあ、この会社の場合どうしてるかというと、開封されてなかった場合のアクションを走らせています。何かというとこういうことですね。開封されてないとなりますと、ちょっとアニメーションがですね、入れてきたので消しますね。開封されてないとどうなるかというとですね、ディスプレイ広告を出すようにしています。まあ、具体的には Yahoo DMP とかですね、Yahoo の広告であるとか、あとはライブセグメントっていうサイバーリズムさんの DMP がありますので、それでディスプレイ広告を出しています。実はディスプレイ広告も、あるバナーを買ってですね、全部に配信するというのは効率悪いので、カスタマーリングスと連携をしますと、例えば Yahoo DMP で、この人にはこの広告を出してくれ、この人にはこの広告を出さないでくれということは実は制御できるようになります。これによって、開封してない人のセグメントを Yahoo DMP に渡してあげて、開封してない方には引き上げのキャンペーンのバナーを出してあげると。こんなことも実はできるんですね。じゃあ、下のオフラインツアーさんどうなってるかと言いますと、これもアニメーションしましょう。下のオフラインツアーさん、オフラインの場合はどうなっているかと言いますと、こうなっています。発送日の当日、3日後に DM を送るようにしています。3日後に DM ですね。ただ、オフラインツアーの一つの限界はですね、電話注文を受けて商品を届いたときに、ハガキを送ってもですね、商品が到着する前に絶対届かないですね。到着した後にどうでしたかってハガキが来る。これがすごく、彼らの一つテーマなんです。この内容どうしているかと言いますと、SMS ですね、ショートメッセージです。電話番号を聞いていますから、電話番号でプッシュ通知をするというようなことをチャレンジされています。なので、そうすると、到着する前に、到着の予定であるとか、商品の期待を高めるようなコミュニケーションがここからできるわけですね。まあ、こういうような形で、実際にオンラインとオフラインという形で、それぞれの展開に合わせて、最後、フォルダを作ることによって、自動化できるというのが大きなメリットになります。今まで皆さんは、この作業を手作業でやってるんですね。まあ、とてもじゃないですか、手作業だとこんなに複雑なのでできないんですが、これを自動化してあげると、じゃあ皆さん手が空きますね。何をするかというと、効果測定です。まあ、後でお話しますが、AB テストとかですね。そういうことに時間が割けるようになるんですね。じゃあ実際ですね、どんなメールが来ているのかってちょっとご覧いただきますと、これ、我々のユーザーさんの救済さんですね。救済さんで実際にカスタマーリングスでこういうメールを送っています。HTML メールですね。実際これ私に届いてます。私実は、旧財さんの青汁ですね、買ってますんで、そうすると、トライアル商品を買うとですね、こういうふうに来ます。初回購入商品を買うと来ます。で、何日か経つとですね、引き上げ、定期購入商品の引き上げがメールで送られてきます。まあ、こういうの全部自動化してるんですね、設定で。で、面白いのは、この会社の場合は、サブジェクトに実は名前が入ったりします。開封させるときに、やはりこのサブジェクトに名前が入ってるというのは、一ユーザーとして、結構やっぱり気になりますね。関係ないメールかどうかっていうと、やっぱ名前入ってるって人と違いますから、まあ文面に入れるのもよくあるんですが、サブジェクトに入れるなんていうのも結構効果としてはあるかなというふうに思います。で、旧田さんがカスタマーリング使ってますんで、実はこの裏のですね、この数字も全部評価されていますので、私が引き上がったか引き上がってないかも全て実はモニタリングされているんですね。なので私は頑張って引き上がりましたので、今、定期購入やってますね。まあカスタマーリング使っていただいてられたら私も引き下がるのが一回やってます。解約できないって感じなんですが、うちの会社のメンバーですね、おいしくいただいています。まあ、そのとおりですね。まあ、これは HTML なんかを、やはり今、主流になってきていますので、こういうところからコンバージョンを上げていくということも非常に重要になってきます。もう一つですね、効果的なシナリオをお話しますと、株落ちです。
今回カスタマーリングスはですね、実はコーバーデータのデモをお見せしていますが、コーバーデータだけじゃなくて、皆さんのウェブサイトにカスタマーリングスのタグを入れておいていただきますと、そのデータが自動的に全部カスタマーリングスにたまるようになっています。そうするとどうなるかというと、カゴのところにカスタマーリングスのタグを入れておいていただくとですね、カゴに入れて購入データが来たらグッドなんですけど、カゴに入れてるのに購入データが来てないで、そのまま何日か放置されてる人ですね。この人たちに対してリマインドメールを送るみたいなことを自動化することもできるようになりました。カゴに入れたまま放置してる人ですね。そういう人たちに対して在庫の案内だとか、まあ、ポイントの残高などを伝えることによって、いわゆるその再購入の、プッシュをするというようなメール。これ実は実際にやられてる会社がちょっと、まあ、一番効果を上げるという話をしていましたね。でポイントはこの X 日後ですね、何日後に送るかっていうのはまさにその会社さんの一つのノウハウだったりします。で実は今の X 日後ですね、これを自動的に AB テストする機能をつけました。だいたい加工実が何日後に送るといいのかっていうのは詳細によっても違うんですが、実はこの AB テストの自動化再現機能を使うと自動的に再現化することができます。例えばこの元々機能はですね、3日後に送るクリエイティブを A パターンと B パターンどっちが受けるのか、これよくある AB テストですね。クリエイティブ評価です。どっちのクリエイティブが評価されるのかということを自動的に最適化するような機能でして、 A と B でですね、まず最初 50% ずつ送ってくるんですね。でこれ引き上げのメールだったりしますんで毎日送られますね、3日後該当の人に。で A パターンの方が非常にコンバージョンが高いようになってくるんですね。カスタマーリングスは自動的に学習をしていきまして、A パターンを多く送ってくれるというような形で最適化をしてくれる機能を作りました。これ別に7割じゃなくていいんですね。別に10割でも何でもいいです。これ設定することができます。何ヶ月後に10割にするとか、緩やかに上げていくのか、もう一気に A パターンに寄せちゃうのか、こういうのを裏で設定することができます。なので AB テストも実は自動化できるんですね。で実はこの機能はもっと便利でして、クリエイティブの AB テストだけじゃなくて、この3日後はいいのか5日後はいいのかすらテストすることができます。そうするとさっきのやつに戻りますね。この何日後がいいかを今の機能を使うとですね、こうなります。カゴ落ちしてから2日後、3日後、4日後で 33% ずつやっとくんです、今の機能。そうすると自動的にコンバージョンの高いところに全部日にちを寄せてくれるようになります。ある会社の場合にはそれが3日後でした。3日後が一番精度が高くて、今の機能を使うと自動的に3日後に多く寄せてくれるんですね。こういうような形で、シナリオすら評価をすることができるようになってきました。まあ、今まで健康資金通算さんにお話を伺ってますと、このステップメールもですね、日付を決めるだけで実はコンサルティング受けてた会社もあるんですが、まあ、これも詳細って全然違いますね。これも詳細ごとに AB テストやっていきますと、最初のフォローアップは何日後がいいかとかですね、こういうのもテストすることができるようになってきます。で、もう一つですね、つい数週間前についた機能なんですが、私の好きな AB テストの機能があるのでちょっとご紹介しますと、HTML を送ったときに一番最初の勝負ポイントはどこかというとですね、回復されたところですね。回復されたところはその後のクリエイティブとかでさっきの AB パターンで言うんですが、実は回復されるかどうかです。で回復されるかどうかはですね、何にかかっているかと言いますと、まさにタイトルですね、懸命にかかっています。で実はこの懸命を評価するような機能を作りました。これ HTML メールの前に使える機能なんですが、ここにサブジェクトをですね、今だと3パターン、サブジェクトを入れてみますと、自動的に、例えばですね、10%。例えば1000人で送ろうかなと思ったらですね、そのうちの 10% なんで、100人を対象にこの3分割して3パターンサブジェクトを送ります。内容ですね。本文は一緒なんですけど、サブジェクトは3分送られるんですね。その中で一番回復率が高かったやつに、残り 90% を送ってくれると。こういうことを自動化してくれる機能なんかはできました。なので、サブジェクトの AB テストが実は自動化できるんですね。これ、多分一番最初に使えるんじゃないかなと思います。まあ、いちいち3本メールをしなくてもいいです。1本のメールで、いろんなサブジェクトをテストすることができるということですね。でまさにこういうのを学習しながら最適化していくというところに、シェアされるようになっています。で送った内容はですね、送ったメールは送り返しちゃダメですから、よくあるのはですね、メールで送った後、その効果を取るために、アクセス解析ツールを使わないと取れないなんて会社もすごく多いんですが、これでまた一つツールが登場しますね。これだとまた成果が出ないです。だってカスタマーリングスの場合には、もう一つの機能の中で、実はこういうコンバージョンまで全て集計表が一つ出ているんだと思います。
どのメールに何通送って、開封率はどれぐらい、開封数はどれぐらい、クリックはどれぐらい、最終的にコンバージョンどれぐらいなのかっていうのが、一つの表で出るになっています。まあ、一発で出ますので、送った後のメールの効果ですね、これもすぐ分かります。で、面白いのはこれクリックするとですね、対象となる人が全て紐付いています。なので、例えば、開封はしてくれたんだけども、買ってくれてない人ですね。この人たち先にもう一回プッシュメールを送りたいと思ったら、クリックすると人が出てきまして、ここからセグメントが作れますので、もう一回そこからリマインドメールを送るみたいなこともできます。カスタマイズのいいことは、すべてが裏で人と紐づいているということですね。なので、数字だけではなくて、数字をクリックすると必ず人が出てきます。で、実際今のような形で、いろんなシナリオをですね、フォルダーのような形で作っていくと自動化できますので、これで自動化して手が空いたら何をするかと言いますと、分析をしっかりやっていただきたいなと思います。お客を理解するということですね。で、実際今いろんな分析機能があるんですが、私どもが通販さんをいろいろお手伝いしている中で、特にこの4つをですね、今日はお話したいと思います。これはおそらくどこの通販さんにも共通して、まず最低限やらなきゃいけない4つの分析ですね。何かと言いますとこれです。一つは、まず流入チャンネル、広告効果分析ですね。最初の獲得等の分析、これができるようになりました。どの広告チャンネルが一番効果がいいのか、こういう分析ですね。その次ですね、継続率分析です。実際にそこから引き上がって、実際何回ぐらいリピートしてくれてるのかという継続率分析です。まあ、LTV 分析ですね。それ以外でいきますと、まあ、1回からずっとですね、RM 分析だとか、キャンペーンの反応率分析とか、まあ、こういうものの4つですね、これちょっとお話したいなと思います。まず一つ目ですね、まあ、新しい機能なんですけども、流入チャンネル別の分析ができるようになりました。これはオフラインとオンラインと、まあ、両方まとめる分析もできるんですが、例えばこういうアウトプットがあります。これが初回の購入チャンネルですね。まあ、よくあるのは、オフライン通販さんとかの場合はですね、電話コールセンターのところで、広告コードを聞いたり、どの広告を見ましたかとか、注文した商品自体がもともとのキャンペーンコードと紐づいているなんて会社もありますので、そのデータを取り込みますと、どの流入チャンネルで今どういうようなお客さんの状態になっているのかという、この集計表ですね。これがボタン一つで出るようになります。まあ、稽古初日なんですが、これやるのに結構時間かかります。数週間ぐらいかけて、なんとこの状況が毎日出てくると。こういう状態だったんですが、これはまずカスタマリングで置き換えています。さらに、例えばこんなアウトプットも出ますね。同じようなチャンネルがここに入っているんですが、横が何回ぐらいリピートしてくれているかというのが出てきます。ここに合計金額みたいに出ていますが、このウェブで買っていただいたお客さんが2266人いるんですけども、この獲得したお客さんですね、2回目買ってくれた人が 90%、まあ普通 90% 2回目買うことないんで、まあデモデータなんですけどご了承ください。2回目、3回目、4回目買ってくれた人は何人いるかみたいなのが出てきまして、それの合計金額がここに出ています。これが LTV ですね。LTV です。ウェブで獲得したお客さんが生み出した種類です。で、実際今度新しくできた機能はですね、これです。ここに皆さんの広告費用をですね、マスターとしてインプットしていただきますと、割り算をして自動的に CPA を計算してくれるようになりました。なので、この表も一発出ますので、これを出力すると、まあ、Excel も帳簿になりますから、これを皆さんの月次のレポートに使ってくださいと。そういうようなイメージです。まあ、実際にはこういうようなですね、広告コード別に行うこともできますし、ウェブの場合には、アクセスログをここに取り込むことによって、ウェブの流入チャンネルも分析ができます。一番最初に、皆さんのホームページ、皆さんのウェブサイトに来たときに、そこのリファラーを見るとですね、どこの広告から来たのか、こういうことを分析することもできますので、ウェブであれば、どこの広告から来たのか、どこのチャンネルから来たのかって分析することができますし、オフラインの場合には、アウトバウンドで聞いているこのコードですね、これを入れていただきますと、こういうような広告効果の分析ができるようになります。そして二つ目、LTV 分析なんて我々呼んでいますが、こういうアウトプットがあります。まあ、さっき出てきたリスクと同じようなリスクですね。縦がさっきは広告コードになっていましたが、今回は月別になっています。どの月に獲得したお客さんが何回ぐらい継続しているかという継続率のいわゆるよくある集計表ですね。これが、まあ、ボタン一つであるんですね。例えば2013年7月には979人、獲得しました。新規顧客の獲得ですね。そのお客さんが2回目リピートしていた方が 33%。3回目、4回目、まあ、4回目ではリピートにつきません。こういうことが分かると、こんなのが分かります。2013
2013年8月に獲得した人数は結構いるんだけども、2回目に全然引き上がってないことがあるんですね。それではこの引き上げをもう一回ちゃんとやった方がいいですね。というような形で継続率分析をすることによって、まあ、合計の LTV なんかも分かりますけれども、そもそもどこの引き上げ施策がうまくいったかうまくいかなかったかということが分析になります。そして次ですね、 RF 分析です。まあ、RF 分析の中の R と F ですね。これでよく分析するケースがあってですね、これも結構喜ばれるんですが、こういうのはアウトプットがあります。これちょっと実際にご覧いただきますね。実は結構分析もですね、簡単にできるようになっていまして、例えば今のですね、 RM 分析ですね、やろうとしますと、顧客分析というところに RM 分析というボタンがついています。まあ、これだけで出てますね。これだけで出てます。ちょっともうちょっとついてみましょうか。増減が入るんですね。このボタンを押すだけで、実は、この表をすることがあります。これ R ですね。最終購入日からの経過日数です。下に行けば行くほど、経過日数が経っているからです。これは、フリーケンシーですね、購入回数ですね。初回購入1回しか買ってない人、まあ、2回以上買っている人ということで、おそらく皆さんの中で RF の定義がそれぞれあると思いますので、それを入れておきますと、この動態表が、出力できるようになります。で、これのいいのはですね、例えばこの F5、F4、R の60以内というのはこの辺有料顧客ですね。超稼働顧客です。F1 のお客さんは新規顧客ですね。下の方に行きますと、まあ、例えば R の360とかですね、昔よく買っていたんだけれども、全然最近稼働してないお客さん、これゴブザル顧客ですね。休眠顧客とも言います。こういうのがまずこの RM で分かるんですが、分析として実はここで終わっちゃいけないんですね。例えばこの休眠顧客の活性化をしようと思ったら、本来分析だとここまでで終わりなんですが、カスタマー人数いいところですね、実はこの439人、まあ、休眠顧客だとか分かったらですね、ここをクリックしますと、ここからリストが手に入ります。で、ここからアクションができるんですね。じゃあ例えばこの人たちにメールを送ろうと思ったら、ここからセグメントが作れます。これを休眠顧客活性フォルダーっていうふうにフォルダーを作って、さっきのメールを送ってあげれば、分析からアクションまでが今の操作だけでシームレスに動いていくことができるんですね。つまり思考を妨げずにアクションに移せるというのが、このツールの一番実はこだわったポイントなんです。なので全ての数字の裏側には人が紐づいています。なのでこの RM 分析ですね、結構使っていただきます。やっぱりこうやってセグメントをして、それぞれのリストを取って、まあ、メールを送るのか DM を送るのか、まあ、いろんな形でアクションをするということが一覧できますので、これはおそらくよく使います。で、実はこのツール、この機能ですね、もう一個進化した機能を最近つけまして、何かというとですね、じゃあ今のように新規顧客にこのアクションをしました、有料顧客にこのアクションをしました、セグメントをしてアクションをしますね。その結果どうだったのっていうのがですね、こんな風に分かります。色がつきましたね。じゃあ各セグメントでいろんなアクションをしましたが、その結果どうだったのっていうのが、こういう風に評価をすることができます。この色はいろいろな設定をすることができまして、例えば今回でいうと、この有料顧客に行った施策のですね、特にこの辺なんか反応がいいですから、効果があったということが分かるわけですね。逆に新規顧客全然色ついてませんから、あんまり効果がなかったということなんです。この効果があるかないかをですね、いろいろ設定することができまして、顧客数で評価するのか、金額で評価するのか、それとも反応率、まあ、オーダー数の中で評価するのか、これを設定するだけで、ね、この色付けが簡単にできるようになります。つまりセグメントをして、アクションをして、そこから効果測定をして、やっとこれで PDCA が回ると。これが今ご覧いただいたような形で、一つのツールで妨げずにできるっていうのが、このシステムの一番実はこだわったところですね。で、今のいろんな機能はですね、実はダッシュボードになっていますので、登録してあげますと、ボタン一つで出るようになります。これダッシュボードというのがありますね。ちょっと今日は解像度の関係でうまく出るか分かりませんが、ちょっとうまく出てないですね、ここなんですが、まあ、これは前年の売上の同月の比較ですね。顧客数の内訳、注文数、注文単価、売れてる商品と比率、例えばこういうのを作っていきますと、これボタン一つでこのレポートができます。しかも毎日更新されますね。さっきの例えば LTV 分析なんかもポッと登録しておきますと、ボタン一つで出ます。同じように RM 分析のキャンペーンの効果測定なんかもボタン一つで出ますね。なのでまさに月報とか週報の帳表をこの出し物に登録しておきますと、毎回かかっている集計レポーティング作業がほとんどゼロになっています。これが実はこのインパクトが非常に大きいんですね。まあ、いろんな機能がありますので、これはまた興味があればですね、ご紹介したいなと思います。
実際カスタマイズ何を目指してるかと言いますと、まあ、やっぱりツールは道具ですからね。で何をしたいかというとですね、皆さんは実は数字とかレスポンスが分かればいろんなアイデアが出てくるはずなんです。しかしたら今までこのアイデアを浮かぶための数字作りね、ものすごいパワーを割いてくるために本来考えなきゃいけないことにパワーを割いてないんですね。この仕事の仕方を大きく変えるということが実は重要なんですね。なのでカスタマイズは今ご覧いただきましたように、このツール上でやったアクションは全て結果として出てきますから、その結果を、手間かけなく見ることができます。それによって皆さんが考えて次のアクションをするということがまさに我々の一番目指しているということですね。まあ、今日はカスタマイズのお話をしましたが、ご覧いただいたようにですね、データは全てこのシステムに変わっています。ということは何か新しいマッピングしたりしようと思ったらですね、いちいち機関システムから連携しなくていいです。普通カスタマイズ必要になりますね。カスタマイズにカスタマイズのデータ入ってますから、例えばレコメント機能を新しく導入したんだけど連携したいとか、カスタマイズから連携してみてください。例えば DMP もですね、先ほど話しましたように Yahoo DMP とかサイバーエージェントさんのライブセグメントでも連携しますから、ここから広告配信の連携をしてみてください。まあ、さらに面白いことで言うと LINE のプッシュ通知ですね。これもサイバーエージェントさんと今一緒にやっていまして、LINE の友達にですね、プッシュ通知する、こんなこともできるようになっています。あと皆さんのお手元のですね、EC カード、まあ、どの EC カードを使っているかわからないんですが、今までの連携実績より 100% 連携実績しています。しかもノンカスタマイズですね。これは大きなポイントになります。まあ、今日は時間もありませんのであんまり細かくお話ししませんが、まあ、いろんなアクションありますね。まあ、メールとか DMP とかですね、さっきあった SNS、 これも今後注目です。電話番号だけで通じていきますので、オフライン参加とか県民顧客の活性化なんかには結構効果が出ていると思います。まあ、これが興味があればですね、ぜひお話していただければと思います。最後まとめですね、私が今日お伝えしたかったのは、これからお話しする3つのポイントです。1つ目は、今までは EC の私はいろんな CRM をやっていますが、やはりマスターを脱却するということが1つ重要になります。一度したとしてみてもですね、関係ないメッセージが来ると一歩見なくなりますので、そこの逆効果を知るということが重要なんですね。そのためには頑張ることを間違えないでください。頑張って365日ですね、誕生日を送ればいいってことではありませんので、本来皆さんが頑張ることは頭を使うことですね。アイデアを出すことです。実際に IT を使うとですね、こういうようなその単純作業は限りなく短縮化できますので、時間を空けて考えるというときに仕事の仕方を変えていただきたいと思います。何よりもポイントはですね、継続しないといけないことですね。一回でやればいいってことではありませんので、ここと変わる、いろんなアクションをですね、しっかりモニタリングするという意味で言いますと、仕組みを作っていくということが重要なポイントになっています。継続的に LTV を上げていくというのと、もう仕組み作りですね、これが重要になるということをお伝えして終わりたいなと思います。最後この辺の手前にするになりますけれども、カスタマイズが選ばれている3つのポイントですね、まあ、いろんなマーケットページがありますので、ぜひいろいろ見てみてください。で、我々がお伝えしたところですね、導入がしやすいことですね。おそらく皆さんのレイアウトですね、ベンダーはカスタマイズがいると思うんですが、我々はほぼ、まあ、1回データ見ますけれども、ほぼ今までで行くとノンカスタマイズで導入します。導入しやすいことですね。まあ、1番はこれです。思考を妨げない直感的な操作ですね。これは我々がコンサルティングやってますので、我々がまずは使ってやってます。なので、それでいくと、思考が一時妨がったりするとですね、アクションできませんので、その辺がやっぱり大きなポイントです。あと3つ目ですね、もともとそういうコンサルティングをやっていますので、もともと分析はいろいろやってるんですけども、それ以外にこのコンサルとかサポート体制ですね、ここも継続的にやっていくためには、一つ大きな評価ポイントになっています。まあ、今、東京、大阪、福岡、3拠点がありますので、それぞれの営業をですね、カバーしています。これですね、今日ちょっと皆さんのお手元にはないので、もしご興味があれば、アンケート欄にもしくは後でメールでいただければと思うんですが、我々のコンサルタントはですね、実際にいろんなツアーさんをご支援している中で、共通しているシナリオというのがやっぱあります。これは我々、鉄板通販のですね、通販の鉄板13アクションと呼んでいまして、まあ、例えばこういうアクションですね。これは多分、どの業界の大体通用するものです。こういうものが実際にありまして、導入するときには、こういうものをベースにしながら、実際にコンサルティングをして、皆さんの CRM をお手伝いしています。タイトルがあって、実際にタイミングがあって、どういう人たちに送るかみたいな例もあったりします。この辺をちょっとカスタマイズしていくことによって、この鉄板アクションというものがすぐ実行できるようになりますね。